メーカー。はい、今回は対決ステージということでこの方にお越しいただきました。どうも、走ろうチャンネルです。あー、今回はどんな対決しますか？はい、今回は流し打ちバッティングです。はい、というわけで流し打ちの極意をお聞きしました。はい、はい、その極意を生かして対決していきたいなと思います。で、ルールはヒットゾーンがあります。ネットに当たらなければ全部ヒットになります。で、ネットより右側はアウトで、ネットに入ってしまったら、まあ、ショートゴロ、サードゴロ、あと上のネットに当たってしまっても今度はレフトフライっていう風なイメージになりますね。ネットの間を抜いていく、はい、内野の頭を越えていっても1点、はい、内野の間を抜いても1点というような形になります。はい、はい、であと1人5球の2イニング制、はい、なんですけども、はい、ちょっとベイちゃん組は、まあ、セッティングがね、ちょっとレフト方向にしかできなくて、左バッターの司が代表してちょっと対決に出てもらおうと思います。おまかせあれ。なので左バッター対決ということで、負けないで笑っていいですかね。自信はあります。はい、聞いてないけどね。じゃあ早速やっていきましょう。いいよ。さあ、大井さんお願いします。まず大井さんからの攻撃です。何点取りますか？3点以上で。お、半分以上、半分は絶対取る。お願いします。はい、では何点取れるか、スタートです。あー、レフトフライですね。上がりすぎか。のカーテンの下が狙いどころ。三遊間っていうよりはカーテンのあの間を。あそこがちょっとメディアが広い。広いですね。ここで大井さんは三遊間の頭を抜くという作戦に行きました。惜しい。いい打球ですよね。いい当たりですが、このルールではアウトです。アウトです。さあ。さあ。ショートライナー、いい当たりだけれども、まず1点集中。まず1点。あ、4球目です。いい当たりなんですけど、ネットに阻まれますね。ここで微調整ができるかどうか。ここから調整入ってくるぞ。はい、5球目で1点入りました。ナイス微調整。調整入ってきた。さあ行こう。5の5でいっちゃうよ。さあ、つかさお願いします。流し打ち、お任せ。はい、5の5はなくなりました。いや、自信あったんですけどね。残念。ネットのポジショニング、ボール1個2個だよ、今。はい、いつもの言い訳、ね、始まりました。ね、惜しかったわ、今。ボール1個2個だよ、ほんと。ボール1個2個の世界ですからね、野球はね。はい、せいよ。広いとこ置いてないんだから。はい、さあ、また軽く走り出そうとしましたね。残念。これね、すごい簡単そうに見えるんですけど、難しいですよね。あれですよね、フライゾーンが結構広い。そうなんですよね。よっしゃ。打つ前にいっぱい保険をかけましたが、アウトです。いや、でも本当に1個2個なんですけどね。4球目、4球目。ネットの上打てやりながら、まず1点いこう、1点さあ、おい。あ、点が入ってカメラ見てきましたね。もう1点いこう、もう1点勝ち越しといて、最後つなごう。わかりました。おい、はぁ、じゃあ、最終回。最終回今、1-1ですもんね。1-1です。1-1です。なるべく1点でもう、くいや、はい、おい、うわぁ、家のネットがね、厄介なんだな。多分、実際だったら左中間。そうそうそうだよね。うわー、3球目。はい、母ちゃんボールを打て、母ちゃん。おい、待ち来いよ。おい、あー、大根革命が満点ですね。しゃ、4球目。はい、あー、やりすぎた。よし、ラストラスト。まあ、この1点は重いですよ。でかい。ゼロでいくら全然。最後、あ、来た。はい、最後の1球で追加点。1点。さあ、最終回。2球入れれば勝ち。そうです。よっしゃ、1球で差です。よっしゃ、最初の2球でお願いします。 OK、 最初の2球でね。あー、来た。ポイント入った。入りました。いきますよ。はい、はい、ポイント入りませんでした。入ったと思ったんですけどね。1個2個、絶妙なポジショニング。ちょっとファインプレーですね、今。絶対ファインプレーだね。はい、同点です。同点、同点。
じゃあ3球目、はい、これに入れれば勝ち。綺麗に三遊間抜きたいね。行こう。おっしゃ、はい、あーナイスキッチ。力んだな、力んだよ今。あと2球、あと2球、あと2球。いや、つかさ自分との会話が多いですね。自分を励ましてます。つかさの勝利です。ビッグストーリー勝っちゃいました。はい、では対決終わりまして、はい、つかさの勝利です。いいですね。恐縮でございます。なんで？いや、やっぱりあの大井さんのね、あの流し打ちのコツをね教えてもらったんで、そのね効果がでかかったんじゃないかな。あ、なるほどね。先生の助言がなければこんな結果にはならなかったですね。おかげさまで。おかげさまで。確かにあのフライボールだとちょっとここのルールではアウトになっちゃう。そうですね。上に阻まれるという。そうですね、はい、そこが結構大きかったですね。そうですね。いやでも楽しかったですね。いいですね。面白かったですね。練習にもなるし、いい対決になるよ、ね、そうですね。右でもちょっと作れたらよかったんで、ね、そうですね。そうだね、うん、まあまた次回機会があるんですね。機会はちょっと、はいはい、やりたいですね。はい、はい、では今回はカラーをしていただきありがとうございます。ありがとうございます。はい、では大井さんのチャンネルのリンク概要欄からぜひお願いします。お願いします。はい、それでは本日の動画は以上になります。お願いします。こちらプレゼントコーナー、いよ。はい、今週のプレゼントこちらになります。はい、こちらバットの生産で有名な富山県の工場で作られた竹バットになります。富山県日本製です。日本製です。はい、こちらを1名様にプレゼントします。以上です。応募方法はチャンネル登録をして動画の感想かこちらを書いてください。お願いします。お願いします。お願いします。そしてまだまだ応募期間中のプレゼント企画もありますので、そちらもぜひチェックお願いします。お願いします。この後は次回予告。本日はアシックスのゴールドステージのグローブです。こちら2つピッチャー用、こちらが軟式用です。軟式、あ、軟式ね。はい、毎日18時更新、毎週視聴者プレゼントです。